7500万年前、時の海王神の座を巡り争ったクロノアとメチカブラ。メチカブラの邪悪な野望を看破したクロノアが時の海王神となり、メチカブラを時の狭間に封印する。さらにドミグラが部下の魔導士と共に全宇宙の時を支配しようと、宇宙の時間を作るゴッドバード時々の強奪を企てる。しかしこの計画も失敗し、ドミグラもまた時の狭間へと封印された。時は流れ、異次元暗黒魔界。科学者トアはメチカブラを時の狭間から解放することに成功する。さらに全盛期の力を取り戻すために、様々な時空に飛び散った暗黒ドラゴンボールを集め始める。その影響で過去に次々と異変が起こる。頻発する歴史改変を防ぐため、時の海王神はトランクス・ゼノをはじめとするゼノ戦士たちとタイムパトロールを結成。暗黒ドラゴンボールをめぐるタイムパトロールと暗黒魔界軍の争奪バトルが巻き起こる。メチカブラを追い詰めたタイムパトロールだったが、あと一歩間に合わず、メチカブラは暗黒シェンロンを呼び起こしてしまう。時の海王神は時の力を解放し、メチカブラを封印するべく自らも一緒に時の狭間へと消えてゆく。メチカブラの覚醒により生じた時空の歪みにより、ドミグラもまた時の狭間から解放され、暗黒魔界を滅ぼそうとするタイムパトロールへの復讐に打って出る。そこになんと圧倒的な力により時の海王神を洗脳し、完全復活を遂げたメチカブラが暗黒魔界軍を引き連れ再び襲い来る。世界の全てを、暗黒魔界をも滅ぼそうとするメチカブラに対し、ドミグラはタイムパトロールとの戦いを一時休戦し、手を組み戦うことに。メチカブラの力によりさらなるパワーを手にした魔人たち。トアが作り出した生命実験体フィンは戦うごとに強くなり、タイムパトロールを窮地へと追い込む。絶体絶命の中、サイヤ人の力を集結し、伝説の力ゴッドを手に入れ覚醒したトランクス・ゼノにより一気に形勢逆転かと思われたが、自ら闇をまとい全てを闇に葬るメチカブラ。キーソードを手にしたトランクス・ゼノとベジット・ゼノによるメチカブラとの最終決戦が始まる。
あなたの時代が来るわ。生き延びなさい。すべてを手に入れるのよ、フィウ。そして時は過ぎて。